はい、もうね、ついでだからできるとこはもう筆塗りじゃねえや、あの手書きマーキングでいっちゃいます。まあこれタービンラインこの赤い線ですね、これは入れました。マスキングして塗りました。次はこの国籍マークと、あとはできそうなのがこの JV と308でかいやつですね。ここまでは多分いけると思うんですよ。で、まあこの国籍マークを切り抜いてた時に、あ、この方法いいのかなってのがあって、まあデカールの上に直接テープ貼ってね、で、デカールダメにしちゃってもいいんですけど、もし万が一ダメだった場合まで考えて、これは今ラップですね、クレラップかサランラップか、まあその辺のラップです。こんなに大きいのはいらないんだけどね、まあ、なるべく平べったくペタッと、まあ密着まではしなくていいと思うんですけどね、まあこんな感じであんまり厚み、裏側に厚みない方がいいんだけど、まあ、ラップなんで切っちゃえばいいですけどね。あまり厚みがあると作業性悪いんで、それでですよ、まあ、これじゃ見にくいじゃないですか、この上にこうテープ貼って見えないんでほとんど、まあ、さっきはあれ国籍マークの方どっちに入ってたっけ、忘れちゃった、やってるうちにこっちに移ったんですよ、この方法にね。まあ、要は手書き線になる細くて黒いテープを貼ってやると、これも微妙ですけどね、これ JV の V のこの真ん中の細いところ、これはうまくできるかな、ちょっとやってみます。昔はね、あれです、透明のマスキングフィルム使ってたんですけど、なんかやるたんびに方法が変わるんで、このいっちゃんは。まあ、常に暗中模索してるような感じですね。まあ、やっぱり文字は難しいかな。この JV の文字も2枚ですね、2枚、まあ、こんな感じで、そう、だからなんかデカールにちっとも映れないっていうか、なんだろう、デカールもね、あと残りのデカールってみんなちっちゃいんですよ。そのちっちゃいデカール貼ってる動画流してもねえ、ビジュアル的にどうなのかなって、まあ、これもこの作業もビジュアル的にどうなのかな、どうしてもこの文字を抜かなきゃいけないですから、フリーハンドでもいいけども、まあ、この黒い線の内側ですね、内側で切ってやる、ああ多分ね、ここの V のこの細い線はあれだな、無理だ
無理だな、多分切れちゃいます。で、ナイフがどうしてもあの外飛び出しちゃいますから、そこはもう例えばマスキングザルをそこだけ塗ります。こういう角ね、反対側からこっち方向から切って、こっち方向から切ってってやってもいいんですけど、あ、やっぱりダメか。いいや、これは多分ね、そんな器用には切れないと思います。多分ね、っていうかあの細かい曲がりがあるところでは無理なので、もう補修前提で見えないもんね、大体ね。一応国籍マーク、まあ、こんな感じでマスキングしました。これはね、長方形と丸の集合体なんで、そんな難しくなかったです。まあシャークケースと同じような感じでね、作りました。で、次に文字なんですよ。文字ちょっと1枚ここに貼ってあるんですけど、 JV で、この下に308ってくるんですけどね、この308が何物でした。で、ちょっと方法を変えようと思いまして、違う方法を取ります。で、方法としてはね、今ここにその308のデカールがこのように、まあ見にくいですけどね、この見にくいのをどうやって写し取るか、まあただ過去やってたこともあるので、普通科とか手書きマーキング、あれもシャークティースやったんですけど、ただあれはあれですね、イラスト用の透明っていうか、透明、半透明のマスキングフィルム使ったんですけど、どうもね、密着がちょっと弱いなと思って、だからまたちょっと違う方法を考えてます。動くのはちょっと困るので、ここに固定、で、こっちにあるのがトレーシングペーパーですね。これも動かなくなるように固定、まあ、お気づきのようにこれに書くだけです。4パッチの図面なんで、そっちの方が楽かもしれないですね。まあこれでちょっとできるかどうかやってみます。やるだけ。ちょっとこのキットの方は、ファントムの方はちょっと横よけときます。落とすと大変なんで。よいしょ。ああ、どうせならあれだな。どうせならね、1枚にしちゃうか。こんな感じで、本当は厳しいのかな、これは。まあ、こんな感じでね、ここが非常に幅が狭いんで、そうするとこっちから写した方が楽か。そう、ソースから写しますか。一応乗り予約しとくか。破れると嫌だから。破れないと思いますけどね。で、どこまで手書きでやれるかなんですよ。昔F15 を、まあ、手書きでやって、で、コーションデータなんかはで書いたんですけど、やっぱり文字にはならないです、当然。文字にはならなかったですね。今は単純にここに書き込んでいくだけですよ。なるべく細い方が楽なので、シャーペンでいきますか。
とこれ、あの濃いめのシャーペンなんですけど、確か 2B だったかな、芯が。今下の一番下の線が違う、これは 2B は濃いから分かりやすいんですけどね、細いのがないんで、これ 0.5 ですよね。 0.3 の 2B 多分ないと思う。こんなんすぐ折れちゃうから。でまずこんな感じで書いちゃいます。で、これにスプレーのりですよ。まあ、スプレーのりじゃなくてもいいかな。で、幅広マスキングテープですね。これは50ミリ。50ミリあれば大丈夫だろう。ここで、こっちの回せるちっちゃめなカッティングマットの方がいいと思います。くるくる回すんで、でここに今スプレーのりかを塗ってきたこれを貼り付けて、あとはまあこれ切り抜くだけですよ。ナイフのこの今手前側が飛び出ちゃう、飛び出ちゃうか足りないかどっちかになっちゃうんですよね。でこの中で中抜きの文字にしないといけないんで、あまり短いとか別に定規やってなくてもいいと思いますけど、これ中は中で別でやったらいいのかもしれない。ちょっとうまくできないですね。この辺でいいのかな。スプレーのりがこっちに移ってペタペタして気持ち悪い。水平大丈夫かな。まあそんなもんでしょう。で今中の抜けちゃってるところをまた同じ要領で埋めていきます。まあ、3っていう文字ならば、ここに四角、左側の真ん中に四角が1枚入って、まあ、この3の、この内側の 丸っていうか、そうですね。それを上下入れていくと。まあ、そんな感じでできると思います。まあ、これが中のパーツですね。内側のパーツ。うまく切れるかな。あ、ここ線入ってないや。もうバランスのいいところに置いていくしかないでしょうね。
うん、いいんじゃないのかな、多分。でこれを反対側にもですね、反対側にも、よし、これで塗れる。先に上下真ん中の横の線を決めちゃう。決めてみます。これが下の数字の高さ。まあ、大体直角に置けばいいんじゃないですかね。これが上の文字の高さ。でその間に、でこれが真ん中の塗り分け、まあマスクライン、ね、うん、これはもういらない。こんな位置で、こんな位置、あとは直角。角出てんのかな。まあほぼほぼいいです。もう繰り返しだな。こんな感じで貼りました。あの左と右は違う仕様になってる。左1枚で切り抜いてやったんですよ。ちょっと無理があったんで、こっちは上下真ん中に横一線張って、でそこでまあ分けましたね。分けて文字を形作ってます。じゃあこれは白を塗れる状態になったので白を塗ってきます。じゃあ塗ってきます。色はね、あれです、クレオスのクールホワイト。まあ隠蔽力が高いってんでこれ使ってますけどね。シャープティースもこれで塗りました。それでは塗っていきますね。デカールみたいにシメトリーじゃないですよ。真ん中挟んで左右で形が違うってのは普通にありますんで。まあ手作り感ですね。手作り感。星を入れてみたんですけど、1個星を入れてみたんですけど、ちょっとちっちゃいわ。だからちょっとめんどくさいことをしないといけない。めんどくさいってことでもないんですけど、まあ五角形を作ってね、そこに星入れてやればいいんですよ。何ミリだっけこれ。あと実寸ですね。実寸を測って、
9ミリ。あ、やっぱり1ミリ大きくなってる。なんでかな。ってことは胴体が8ミリって確かやったんだよな。ちょっとサイズが変わっちゃってる。じゃあ国籍マークの真ん中ですね。真ん中星印の書き方どうしようかな。なんかね、何でもいいんですよ。紙なんかないかな、分かりやすいの。まあこんなプリンター用紙でもいいんで。プリンター最近使わねえなー。もう多分インクがカートリッジで詰まってると思う。間違いなく。で、こんな大げさ大層なコンパスじゃなくていいです。こんなの使いにくいだけです。100均のコンパスでいいですよ。これね、なんかで使えるかなと思って、中古屋で安かったんです。1500円で、大きいのとちっちゃいのセット、フルセットで1500円、超安かったの、買ってきたんですけど。実際使うことはあんまりない。で、トレーシングペーパーに、星印写してもいいんですけどね。やったんすよ。それやったらちょっとサイズがおかしい。今これで円を描きました。もう単純にね、割るだけですよ。360÷5 で72度っていいんだよね。で、100円どこ行ったかな。まあ、シャーペンの先はできるだけ尖らして、これは 0.9、 結構太いやつなんで、デザイン用のシャーペンですね。斜めに先を尖らして、まず基準になる線を描くと。でもう分度器は、分度器ってこれ小さい2は入るのかな。ちょっと今カメラ越しなんで見にくいんですけど、で72のところに、この穴に合わせないといけないんだよね。これ正確に合わせないと多分ずれてきます。これ72度じゃないな。こっちからだ。こっちから測らないとダメだ。また裏返して使うか。もうちょい大きい円の方が多分楽だと思います。もう72度を順々に送っていくんですよ。わかるよね、こんなのね。小学校の算数ですから。今カメラ越し、カメラの下に潜ってて、正確じゃないと思います、これは。あとでちゃんと、カメラ撮ってないところでこっそり正確なの作りますけど、斜めから見てるんで、目盛りがずれて見えちゃうんですよ、どうしても。分度器の厚み分、この真上からね、見てやらなきゃいけない。本当は。
で、これを5等分できたんで、で、あとはこれがゲージになりますから、このトレーシングペーパーを置いちゃって、ちゃんと固定しないとダメですね。固定しないと。固定しましたね。で、今度は、でかっ、極端ですよ、言ってることが。9mm のサークルだったので、だいたい 4.5mm。もうちょっとマシな、コンマ 5mm の定規がね、どっか行っちゃったっすよ。まあだから、ちょっとこれでやっちゃいますけど、探せば出てくるけどね、どっかにあるはずだな。これもね、ちょっと、コンパスの、あれが正確ではない。この斜めに落とすか。これで尖ったんで、メザリングに使えそうになってる。で、これ4.5でしょう。だいたい 4.5 ね。 9mm の直径を作って、結局この 9mm の直径の上でこの5点を出すのが難しいんですよ。で、まあこれをこんな感じで定規使ってつないでいくだけですね。まあこれ適当超適当使わないですから、これは。で、要はこれ、もう裏にね、あのスプレーのり塗って、スプレーのり塗ってないですけどね、まあ何でもいいです、何でもいいですっていうか、ちょっと手元にスプレーのりの台がないんで、テープで、セロテープでやっちゃいます。セロテープでもできますけどね。要はマスキングテープ切れてればいいんで。で、これをここで切っていくんですよ、こう単純に。だ、切るときは内から外に向かって、暗いかな、内から外に向かってこう切っていくと、使いたいのはこの星だけなので、かなりいい加減に切ってますよ、使わないから。何回も言うな。えい、まあ要はこの星を使うんですよ。1本切ってね、あれ、まあいいや。まあ要はこの星を、白く塗ったところに貼ってやって、これをね貼ってやって、でネイビーブルーを塗るんですよ。めちゃくちゃ人でかいということです。じゃあちょっと真面目にちゃんと作ります。ちょっと撮影は一旦中止。じゃあ画面敷いてみますかね。多分うまくいってない。
多分うまくいってないと、あれですね。まあ、こんなもんかな。シャープティースとかはね、ごまかし効くんですけど、こういうのはごまかし効かないんだよね。やっぱり星がね、バランスが悪いわ。一番痛いのはここだな。これ、この前のストライクのとこ。肩が寄っちゃった。寄っつけたらですけどね。やっぱり目立ちはあれだな、リスクは伴いますね。まあ5年もんですかね。なのであれです、あえて無理して手書きする必要はないです。結構このキットデカールがいいんですよ。まあここペティール、これは当然デカールなんですけど、質感の違いがあまりないですね。フィルムがすごく薄い、薄いけれどもそんなこうすぐ破れるようなフィルムでもないし、非常に使いやすい、いいですデカールだと思います。じゃあ、次、まあ、そこの補修は後でやるんで、補修できるかな。ここになんか文字があるんですね。308の前に。これは筆でやるしかないんで、まあ、そこまでは、手書きでいこうかなと思ってます。まあ、ここの筆塗りはアクリルでやるんで、こんなに、擦っても水ですぐ落としちゃえばいいですから。で、まず文字の目安ですね。罫線、セル、文字が入るセルを薄切りのテープで貼っていきます。細切りのテープを貼っていきます。だから最初に文字の目安をちょっと書き込みます。鉛筆で下書き書いちゃってもいいよな。鉛筆で下書き書いちゃいます。シャーペンで安全策、安全策。ちょっと太いけど、でちょっとだけマスキングも兼ねるんでこのまま貼っときますね。で、ラッカーの方がね、水性ってほんと最近使い始めたんで、前はラッカーでこれやってたんですけどね。これもあまりつきすぎると嫌いなんで、見にくい。ステンシルだから間抜けるんだよね。
うん、テープ剥がしちゃうから邪魔くさい、テープ。あ、やっぱりテープあった方が良かったかな。ちょっと繋がっちゃった。もういかにも手書き風になっちゃうんですけどね、どうしても。それ手書きだからしょうがないです。手書きフォントになっちゃいますね。手書きフォント。あ、今キッチンペーパー使ってる。これもしかしたら牛乳パックの方がいいかもしれない。でね、あの線を書くっていうよりも点点点点をつなげていくようなイメージで塗ってます。ちょっとデコデコしてるけど、まあいいんじゃないですか。あの鉛筆があのステンシルの切れ目のところに残ってるけど、これもうちょっと乾かしてから消しゴムで消してやればいいので。あと今ちょっとはみ出したとこはあのクリア下に塗ってるんで、多分ヤスリで取れます。それでは多分時間的にいい時間になったと思いますんで、まあこんな感じですね。ちょっと怪しいなってところも一部あるんですけど、もう自分の技術の限界です。星の位置がねえな、なんか難しいな、やっぱり。まあなのであえて無理して手書きにする必要はないんですよ。まあ、好きでやってるだけですね。じゃあ次回はね、デカール何百枚かの、そう、たった何百枚かのちっちゃなデカール貼っていくだけの動画を撮ってもしょうがないんで、まあ2、3枚撮ってお茶を濁そうかなと思ってます。それではまた。